どうも、ヤマトランクスです。新女神転生5、続きからやっていきたいと思います。今回は天王洲アイルでラフムを追っていきたいと思います。サホリちゃんを救出しに向かいます。早速進んでいきましょう。どこ行っちゃったんだろう。新しく来る街なんだね。あ、ワンちゃん。これは、主もさらわれた生徒を追ってきたのか。みんなを守っていたが、隙を突かれて連れ去られてしまったんだ。ユセル君、連れ去られたって一体。鳥の頭を持つ魔物や人狼といった混沌の悪魔たちに大勢の生徒が連れて行かれたんだ。そしてその中にはミヤスも。そんな。聖女よ、案ずるな。それがしと譲る殿で生徒たちを探しに向かおう。しかし襲ってきた悪魔たちの狙いは何か。あのまま東京全土を襲撃するかと思えば、学生たちをさらっただけで魔界に帰るとは。その詮索は後だ。今はみんなの救助を急ごう。君たちも生徒を見かけたら救助してほしい。では行くぞ。沙織も大事だけど、他のみんなも見捨てられないね。少年、周囲に生体反応を感知。一体どれほどの生徒が連れ去られてしまったんでしょうか。連れ去られた生徒の可能性がある。反応ある地点の調査を推奨。了解。そんな機能が？ああ、ベテルの整備で機能が修復された。これで君をサポートするのに万全となった。さあ、行こう。オッケー。クエスト生徒を救えを受注。うわ、めちゃめちゃ目的地マークがある。4つか。少なくとも4人はね、連れ去られているようです。右から行こうかな。うん、よいしょ。ここ何下降りていいの？うわ、あ、モノレール？ゆりかもめのレールだ。天王座いるということで、ゆりかもめですね。よいしょ。お、ミマンがいるね。よいしょと。踊ってる。結構ね、あの動画収録外で集めてるんですよ、ミマン。ほら、49体目。さて。ん？人間の匂いがするよ。近くを探してみて、見て。この辺りってこと？あ、いた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 。大丈夫か？怪我はない？もういや、帰りたい。私を捕まえた悪魔が知恵を返せと言ってきたの。ね、怖くて何も言い返せなかったけど、どういう意味だったのかしら。知恵を返せ。生徒を安全のところまで送った。引き続きサポートする。残る反応は3つ。ねえ、タケル君、私ね、癒しの力を持っているの。ベテルで聖女と呼ばれているのも、それが理由なんだ。それを使って、あなたをサポートするね。タオが同行中、聖女の力により、戦闘終了時 HP が回復します。便利だね。どうせならね、MP も回復させてほしいところですが、まああまりね、贅沢は言えない。こんな状況なんで。さあ、お次はこの辺りにいるはずなんですけど。あ、いたいたいた。人間の匂いがするよ。近くを探してみて、見て。正面にいますね。大丈夫か？大丈夫？あ、ありがとう。
もういや、ここはどこなの？悪魔はここをダートって呼んでたけど、東京じゃないの？ベテルの情報を検索。ダートとは、この魔界を指す故障と判明。引き続きサポートする。ベテルによる機能修復は良好のようだ。以後この魔界をダートと故障、引き続きサポートする。生徒を安全なところまで送った。というわけで残る反応はあと2つ。向かっていきましょう。ねえねえねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな？かな？何でしょう？あんたのお友達の人間だけど、どうして連れて行かれたの？なんかさっきの話からすると、知恵を拝借するためなのかな？知恵？人間を連れてくると知恵が得られる？ああ、なるほど。だからあんたも人間の女と一緒にいるんだね、だね。それはちょっと違うかな。はい、悪魔いるね。この辺りは人間の作った町の中でも高い建物が多いみたい。よくこんなものを作れるよな、人間って。いい悪魔ですね。はい、こっちかな次は。うわわわわ、こっち行ってみようか。あ、吹き出しが見えてますね。この下かな？開いた！男子生徒。大丈夫？助かったよ。生徒を安全のところまで送った。任務を遂行しよう。あと一つ。さあ、あと一つもね、サクッと見つけていきたいところ。ねえねえねえ、こっち行ってみよっか。あ、いた？いる？この中かな？あ、いた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 。怪我はない？何なんだよ。男子生徒は全然喋んないね。一言ぐらい。さあ、クエスト達成ですね。特にバトルすることなくクリアできましたね。さあ、ジャック・フロストがレベル上がりました。お、氷結ブロックを覚えれそうですね。アイスブレスはいいでしょう。オッケー。付近の生体反応は全て消失。もうこの辺りにいる人間は君たちだけ。いや、これは？いいか。一瞬だったが、新たな人間の反応を検知した。おそらく悪魔に連れられ、移動してると推測される。そこね、次の目的地はマップに記録した。反応があった地点を記録した。まずはそこへ向かおう。目標はその先にいるだろう。サホリちゃんか？どこにいるのかしら。待っていてね、サホリ。それでは目的地の方に走っていきたいと思います。よいしょ。こっちかな。あ、すぐそこですね。この辺り？これは生体反応はさらに移動した。その地点を表示する。気をつけ。だがそこには悪魔がいると推測。注意して近づくことを推奨。さあ、マップを開いて。ちょっと遠いね。右上の方。まあ、向かっていこっか。道なりに進んでいけば着くのかな？なんだ？一つ聞きたいこともある。ラフムに連れ去られたサホリという生徒についてだ。彼女は我々の目の前で二人の生徒の命をラフムに奪わせたわけだが、それでも彼女を連れ帰る意味はあるのか。すごく答えにくいこと聞いてくるね。過ちは償える。なるほど。罪を認め償うことが人の生き方ということなのか。
それが人の強さなのだろうな。君の回答のおかげで人間の行動について少しは理解できそうだ。さあ先を急ごう。結構難しい質問してくるね、みんなね。このゲーム深いんだよ結構。まあペルソナもそうだったけど深いんだよね。お、流血が見えてきましたね。ねえねえねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな。かな、何？前から気になってたんだけど、たくさん落ちてるこの大きな鉄の箱、一体何？何？車のことですかね。自動車。自動車？へえ、そういう名前なんだ。それで何するもの？歩かずに済む箱。それって便利だね。だね。天の雑魚は飛んでるから歩かないだろう。人間ってすごいな。自動車が動いてるところ見てみたかったな。無邪気で可愛いね。さあ流血登録かつセーブしていきましょう。品川ふと。はい、セーブ終えたんで進んでいきたいと思います。もっかいマップを見よっか。だいぶ近づいてきてますね。目的地はすぐそばな気がします。走ってサクッと行きましょっか。品川ふとっていうぐらいだから、そうだね、倉庫がいっぱいありますね。うわ、ジャックフロストがいっぱいいる。ここどうやって行けばいいんだろう。え、どっからか奥に進めるのかな。こっち、こっちかな。あ、イベント、なんかいる。アトムにバール、かつての王たちの知恵はこれで片がついた。大天使アブディエルですね。だがすでに想定外の存在がある。これ以上の邪魔を許すわけにはいかぬ。誰に言ってんの。アブディエル様。貴様はベテル日本支部に入った太宰一郎と言います。太宰、なんでここに来てる。太宰、それで私に何の用だ。俺弱くて自分に自信がなくて、せっかくベテルで悪魔と戦う力をもらったのに怖くて逃げ出して、俺のせいで生徒がさらわれて。何が言いたい、慰めが欲しいのか。いえ、俺は強くなりたいんです。あなたのように自分に自信を持ちたい。私の強さが知りたいというのか。ならば教えてやろう。私の強さとは神への揺るがぬ信仰、絶対の存在である神を信じ迷わず行動することだ。迷わないことが強さに直結しているということでしょうかね。信じて迷わず行動する。さあそれだけか。とりあえず進んでいこっか。もうちょっとのはずなんだけど。ねえねえねえ、また聞きたいことがあるんだけど、いいかな。めちゃめちゃ話しかけられるね。ここにあるでっかい鉄の箱、なんなの？なの？コンテナだ。コンテナ？何それ、美味しいの？美味しくないね。中に荷物を入れて運ぶための箱。へえ。なんだ、そういうものだったんだ。私この中で人間が暮らしてたのかと思ってたんだよ。だよ。やっぱり人間って面白いね。ね。天の雑魚めちゃめちゃ可愛いんだけど、もう。ねえねえねえ。俺も天の雑魚を連れて歩きたいな。
さて、こっちかな。この建物の近く、なんか寒いよね。中にすごくでかい悪魔とかいるんだけど、どうやって入ったんだろう。え、確かにジャック・フロストがいたから寒くてもおかしくはないんだけど、この辺り？こっちは行き止まりで、ここ登るのかな。めちゃめちゃ見にくい、赤みがかってて。え、どうやって行くの？お？こういう感じ？よいしょ。いや、登れないね。登れないよ。こうか。なんか迷路みたいに入り組んでますね。うわ！なんかある！石像か。こっちかな？びっくりした。見にくすぎるって。ちょっと、うわ、ちょっと待って。あー、ちょっと待って。まさかのマガツカだ。さあ、ぶっ倒していきましょう、マガツカ。真珠マカミ、ほう、燃やせ。何に弱いんだろう。ジャック・ブフーラ。いや、効かないね。アギラオ強いじゃん。ヘルスプラッシュ。弱点属性がない。まあ、ハンマーアタック。やばいね、ジャック・フロストが。まずい、マガツヒを集めた。どうしよっかな。ここはちょっと会心使っとくか。ちょっと弱点が分かんないから強引に行きたいところ。ほら、まずは一体ジャック・ブフーラクリティカル。アギラオヘルスプラッシュ。オッケー。ほら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 。おお、結構強いな。回復した方がいいかな。一体は倒せそう。アギラオはちょっと効かないよな、さすがに。炎っぽいからな。ちょっと回復するか。ヘルスプラッシュ。よし、一体やった。ここまでやればだいぶ楽だな。アギラオ、うわ、クリティカル。ちょっと待って、まずい。耐えて。オッケー。ほら、なんで氷が弱点じゃないんだろう、こいつ。防御下がった。ザン。あ、レジスト、まずい。ハマ効くかな。まあ、いっか、ヘルスプラッシュでいいや。オッケー、マガツカ破壊成功。いいね。よいしょ。これでだいぶマップが見やすくなるんじゃないでしょうか。おっと、カムイ覚醒。あ、見やすくなった、だいぶ。ちょっと回復入れて行こう。もしかしてここも登れる？結構ね、マップが大変。あ、ここっぽいな、流血がある。これはボスでしょう。さあ、コンテナヤード到着です。セーブしていきましょう。さあ、セーブを終えたんで進んでいきたいと思います。いよいよボスかな。目的地がこの辺りであってそう。おっと、反応がかなり近くなったぞ。気をつけろ。強力な悪魔の反応もある。注意を怠るな。あ、
生徒がいた。もう大丈夫だからね。早くこっから出して。早くしないと。あいつがラフムじゃないの？全然違うやつ。おや、本日はお客様がお見えになる予定は入ってなかったはずですが、どうやらその娘を取り戻しに来たご様子。だがその娘は私ルーガルーのセボンナ・ディネ。貴様ごときに奪われるわけにはいかぬな。助けて。いっそ貴様の血をアペリチにして豪勢なディネをいただくことにするか。それがいい。そうしよう。さあ俺様に食われるがいい。なんだこいつ、あんまり強そうじゃないけど華奢だからね。さあまず弱点を見ていこう。万里のメガネ、氷に弱そうですね。氷と光に弱い。もうカモやんこいつ。カモジャックブフーラー。いや減りが少ないぞ。炎には耐性があるっぽいな。ザン、HP 高くないこいつ。ちょっとちょっとダメージ入らなすぎ。アーマー長期戦になっちゃうやろ。防御下げていく。どんどん防御下げていこう。うわすげえ。ちょっと待って、強すんぎ。ワンパンなんだけど。はい、それではリベンジといきましょう。さっきはよくもやってくれたな。めちゃめちゃレベルを上げて仲間も揃えてきたぜ。というわけでやっつけていきましょう。いきなり最大火力でいきましょうか。まずは回収をしていこう。でこの敵の弱点はね、すでに分かってます。氷結属性とハマー属性ですね。なのでハマー OK、 156めちゃめちゃ入ります。レベル上げ最高。あとこのトートも強いんですよね。ハマーオンが使えるんで。ハマーオン191。おー、これはいけそうじゃない。ハマーオン、いや強い。231強。エルスプラッシュ120。アナーヒターがちょっと火力不足ですけど、まあそれでもね、さっき戦った時と全然違うわ。超高火力気持ちいいな。 このペースでいったら3ターンぐらいでやれちゃうんじゃない。うん、ほらもう4割ぐらい減らしてるから1ターンでアタック。なるほどね。さあマガツヒを集めたね。アイテム使っていこっか。マガツヒを集めた次のターンは雷属性の攻撃をしてくることが多いので雷小石を使っていきましょう。もう分かってんだよ攻撃パターンがな。ちなみにカットしてると思いますが2回ほどやられてます。いいね。もう A ボタン連打できるわ。さあこれでちょうど半分ぐらいかな。うん、よし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 。ハマー弱っ。RPG はレベルこそ正義だ。気持ちいい。さあ6割ぐらい削ったかな。はい来た来た。読み通りこの雷属性の攻撃はブロックします。そして相手のターンは終わり。どうこれ完璧じゃない。完璧すぎて笑いが止まらん。ハマオン倒すのは時間の問題だね、これね。 MP もまだ十分にあるんで OK。 さあ次のターンぐらいで倒せるんじゃないかな、これは。さあ相手の HP 赤くなった。おら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 。
ずーっと弱点を攻めている。さあここ耐えれれば勝ち確です。さあマイナス50、全然余裕ですね。マガツヒを集めた。まあこれは殴っていきましょう。削り切れると思うんで。ほらハマオン、あと一発ぐらいかな。オッケー、リベンジ完了。ありがとう、ありがとう。あのさねえ、サホリを見なかった？うーん、五木島サホリ？そういえば狼男に連れ回されていた時見かけたような。大きな仮面みたいな悪魔と一緒だったわ。ここの北の何本もある線路を越えた先で見かけたんだけど。気をつけて。ありがとう。生徒安全なところまで送った。さあクエスト達成しましたね。先へ進むとしよう。この辺りの人間の生体反応はなくなった。情報にあった北へ進んでみよう。そこが目的地か。結構遠いですね。はい、というわけで今回はキリがいいのでこの辺にしておきたいと思います。また次回もご覧ください。